こんばんは、ティモンさんです。前回ね、強烈な二日酔いで、何分かしか撮ってなかったんですけども、今週もですね、ちょっと動画上げてなくてっていうのが、ちょっと若干風邪気味っていうのがね、ちょっと問題でして、いや本当になんか喉がねやられましたわ。鼻声だと思うんだけど、本当に多分ちょっと風邪なんだよな。でもちょっと治りかけなんだよな。もう早めに手を打ったんでね。よし、じゃあやっていこう。現在交流戦が終わったのか。そうだね、交流戦は多分おそらく順位も低いでしょう。じゃあここまで飛ばして、熱いな。あ、米本の能力判明。じゃあ見てみますか。米本って誰だったっけ、キャッチャーだっけ。あれ、そうだよね、そうだよね、そうだよね。最近やってなかったかな、ずっとな。お、いいじゃない。いいじゃない。高卒ルーキーがこれやったらもう十分だよね。ああ、十分十分。やったやった。まあ、とりあえずまずは2軍で。松葉が怪我してるのか。なるほど。ってなると多分田中がショートを守るのかな。うん。そうだね。しかしまあ、鼻声がひどいね。こんなにもひどいんだよ、鼻声がね。久しぶりに自分でちゃんと喋ってんだけど、こんなひどい鼻声だとは思わなかったな。さてさて。じゃあどうしようかな。とりあえず、活躍しそうなやつのものを買ってお金を増やすか。川添さんいけんじゃないか。大塚も実はいけんじゃないか。鹿田さんもいけるでしょ。よし、これでいこう。貯金10あるんですね。しかしやっぱ首位阪神。多分阪神にはあんまり負けてないと思うんだけどな。多分だけどイメージ的にはベイスターズに負けてる。はい。ほいほい、いいでしょう。さあ、交流戦終了後。早速戦うはベイスターズ。ベイスターズ強いんだよな。なんか負けんだよな、ベイスターズな。あ、マン絶不調じゃん。あら、マン。どうしましょう。ってなると、坊やセカンドで西海ファーストかな。岡本でもいいんだけど、岡本サードはちょっときついな。岡本サードはちょっと怖いな。怖すぎる、それは。やめてくれ。あ、これでいいじゃん。なるほど、これでいこう。ゴー。はい、勝利。エッケイ。エッケイ。大塚が打ってますね。近田も打ってる。アイテム作戦が功を奏しているな。はい。最近暑くてね、もう。本当に、死んじゃうからね、温度で人は。気をつけた方がいいよ。本当に温度で人は死ぬからね。だからもう暑いと思ったらすぐに、そう、暑いと思ったらもうすぐにね、まあ、水分を取るなり、何らかの対策を取らないと、死んでしまいますからね、気をつけてくださいね。あ、そっか、ショートが、松葉だから、そろそろ復帰してくるだろう。あと何日わかんねえか。何日だろうな。わかんねえけど、まあ、それまでは手作業でやっていくか。ほんで、なぜか近田がセンターをやりたからな。それが一番怖いんだけどな。こう。あ、違う違う。こうなんだよな。こうで、こうか。ほうほう。はいはい、これでいこう。はい、行こう。よし、オッケー。あ、いいね。岩谷さんが久しぶりの勝利と。よし、オッケー。これで連勝ですわ。いやー、鼻声治んねえかな、早く。嫌だな。うん。さあ、3戦目。3立てといきたいね。ここはね。この設定が毎回めんどくさい。こうだな。うん。ボーヤーもね、すごいんだよな、こいつもな。普通なんだね、成長タイプはね。あと2年成長するんだ。こいつ意外といい選手になるかもな。そして、最後は、アメリカに詐欺師として輸出しよう。オッケー。完封、入江9勝目。無傷ですな。11勝1敗?え、そんな俺らベイスターズに勝てんの?なんだ ?11 勝1敗?まあ、いっか。ほい。どんどん能力が落ちていく。早めの対策を、こうしなければ。そして、スワローズ戦。ドゥン、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 ドなるほど。それで人がいなくなってんのかね。坊や全然打てねえな。まあ、いっか。使
使ってみよう。ゴー。おい。坊やどうだろう。あ、撃ってるな。ちょっとじゃあ使わざるを得ないな。さあ、矢島作戦も失敗したと。ああ。喉もダメだな。さあ、今日は割と信頼できる小野寺。川添が絶不調。ってなると西森を使いたくなるね。三上使ってもいいんだけどね。三つ又使うか。ちょっと。んで、こうだな。うん、これで OK。三つ又が、いい活躍をする。ゴー。おい。やってくれんじゃん。でも三つ又打ってんな。やってくれんじゃん。さあ、連敗。連勝の後の連敗。順位は下がってる？夏場の吹きかな？はいはい、2回目の投票です。はい、ありがとうございます。いやー、7月ももう終わりかけですよ。本当に。あー、2位だ。ねえ。もうあんだよ、7月もね。早いもんだよ。あっちゅう間にこんな感じで終わってくんだね。1年っていうのが。あと5ヶ月で1年終わるからね。参ったね。風邪も引くわ。久しぶりに風邪ひいたな。今年初かもしんないな。はいはい、ありがとうございます。今年初かもしんないって言ってるけど、それが当たってるかどうかは、動画を見ればわかるんだよね。お、いいね。俺、大概風邪ひくとき、もう動画撮ろうとするからね。やっぱりそこら辺がやっぱり、すごくね、人間ができてますよね。配信者としてのね、この自覚という配信者としての自覚って超ダサいな。ニートのカリスマニートみたいな。そういうことなんだもんな。ゴー。オッケー。勝ってるね。順調に勝ってるね。しかし、阪神が首位っていうのは納得いかないね。ちょっと時間談判したいね、これはね。増田の能力判明。ああ。まあまあまあ、いいか。思ったより全部低かったな。はい。岩谷さん。ゼフ長、広川。大丈夫かな。しかし3割打ってんだよな。26歳。やっとレギュラーとして覚醒した感もあるね。松葉も3割残しそうな勢いで打ってるね。いいじゃないの。うん、まあ、これでいくか。マンが早く復帰してくんねえかな。ゴー。おい。いいじゃん、いいじゃん。早く復帰してくんねえかな、マンが復帰してくれないことには、ちょっとどうしようもできないんだよな。ファーストレギュラーが40歳のおっさんっていうのはちょっときついな。もう40だから、岡本さんも。ゴー。オッケー。よしよし。いいえ、すごいな。しかし、無傷の10勝。あっちゅう間に2桁いっちゃったな、6月で。これは、何十勝ペースだ？ 20 勝ペースとかじゃないか？入江だけ20勝すんじゃないか、これ。川添さん。川添がね、完全にレギュラーとして覚醒した感あるよね。14年目の苦労人。うん。西海がね、あともうちょっと打率上げてくれりゃいいんだけど。まあ、行くしかない。ゴー。おい。おい。おい。なぜ矢島に行かせた？出したランナーを魚が返しちゃったか？その可能性が高いな。さあ、どうしよう。そろそろ借金してパソコンでも買おうかしらね。パソコンをね、買いたいんですよ、こっちも。もう買おうかしら、パソコン。そんなことを思いながら、パワープロ実況やってます。上3人が3割。やっとなんか大塚が、やっとだね。26歳なんだね、でもね、言っても。大塚と広川が同い年か？あ、だね。いいね、いいコンビだね。センターライン守っちゃって。松葉は？ちょっと上か。松葉学年が1個上なんか。それよりも若い西海とかいう男。ゴー！おい！おい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 、頼むぜおい。3ゲーム差ついちゃった。今年は阪神だったか。ノーマークの阪神にここまでやられるとはな。さあ、中日。いや、まあでも勝っていけばね、西森、ゼフ長、ちょっと怖いな。こういう時投げさせてもおしまいなんだよな。どうしようかな。タルボット行く？無理か。タルボットには無理か。友田が思ったより低いな。5.73。エリオットも低いな。トレイシー・エリオット。
まあ、いっか。今日はこれで行ってみよう。 GO! まあそらそうなるわな。まあそらそうなるわ。タルボットがなぜ撃ってる。タルボット、なぜお前が。もうやれるっつったけど、お前そっちの方じゃないだろう、タルボット。なぜお前が名古屋のバックスクリーンにホームランを打てた。タルボットよ、やれるってそういう意味じゃないよ。いや変なことするな、タルボット。いやーなんかおかしなことも起きたもんだ。はい、さあ阪神戦、ここで3連勝といければね、一気に順位が入れ替わるわけですよ。ちょっと打順入れ替えるか。つながりを意識してこうか。しかしまあファーストかな、果たして岡本でいいのかっていうのはあるけどね。おう、 OK、 他がいないんだよな、川添今日2本と。いや、マンがいないっていうのがきついんだよな。早くマン復活してくんねえかな。はい。はいはい。飯島さんはどんどん能力を押していく。さあ、これ3連勝としてね、順位を一気に入れ替えようという、そういうことですよ。要はね。GO! OK! いいね。打線が繋がってんのかな？なんだろう。松葉がすげえな。松葉なんか、最後絶対狙ったろう、三塁だ。タルボットがまだ4番に座ってんな。タルボットという強打者が実は生まれた瞬間なんじゃないか、今日は。タルボットという強打者を生んでしまった。3打席連続本塁打。あれ誰だ今、川添か。その偉業を見てなかったな。まあいいや。はい、今日は入江です。勝たなきゃね。誰だろう、3打席連続ホームラン。近田かな。しかし米村持ってるな。2番でこれ怖いな。うん、盗塁こそないけども、私たちは元気です。松葉が3割乗っけたしね。さあこれでいきましょう。 GO! OK! 3連勝。打線がつながるな。なんだこれ、西海も打つし。はい、オッケー。はい、産方スピード型です。そんなこと知ってるんだ。さあ3連勝といって一気に1ゲーム差と。ここで一気に冷たいですね。大塚、近田、西海も行ってみるか、思い切って。よし、オッケー。はい、大塚喜んでる。近田も西海も喜んでる。よかったよかった。はい、作戦、作戦か。まあいっか。 GO! おし、あ、作戦がし、ちゃんと作戦した。作戦がちゃんと作戦したから勝った。はい、2桁。タルボットは打ってるかな。タルボットはホームラン打てるかな。小野寺、西海がいいんだけど、あ、三ツ俣がいいんだけどね。松葉がいかんせん、3割乗っけちゃったもんだから、ちょっとね、申し訳ないよね。GO! よし、OK! 打線のつながりがいいな。なんだろうな。西海を1個下げるだけでこんなにも打線がつながるのか。連勝記録 GO! なんかでも打線変えたすぐって割と機能するよね。不思議と。あー、じゃあ米村。不思議なもんでね。カンフル剤みたいなことなのかな。行こう。GO! おお。あ、でも打ってるね。米村が2本持ってるね。すごいね。米村今年30本打つんじゃないか？無四球完投勝利。OK。はい、ありがとうございます。はいはい。通算200本。おめでとうございます。中距離バッターだと思ってたんだけどね。通算200本打っちゃったね。はい。はい、月間 MVP、近田、入江。まあ、入江だろうな。4勝だからな。負けてねえからな、まだな。さあ、スワローズです。鍵山。岡本が調子悪いな。ちょっと思い切って、三ツ俣をファーストに置いてみるという奇策。GO! ああ。めっちゃ打たれたな。めちゃくちゃホームラン打たれたな。
ダメか。ああいう時は素直に西海をファーストに置いて、セカンドに坊やを置くことにしよう。ほい。ああ。ダメだな、ずっと覗いてえな。なんだろう。ゴー。ああ、負けた。悔しい。はいはい。はい、オッケー。オッケーではないんだけどね。パワー下がってるし。あ、今日は入江だ。今日は入江だ。お祭りだ。ゴー。オッケー。負けねえな。入江マジで負けねえな。よし、いいぞ。初回先頭打者ホームラン。大塚のおかげで意外と流れがいいんだよな。さあ、巨人戦。負けてらんないね。作戦。作戦いけるかな。頑張れ。ああ、作戦。ああ。3人打ってんだけどね。3人ホームラン出て負けてるって悔しいね。うい。うい。おい、西海。はいはい。はい、何でしょうか。オールスターファン投票。あ、今年はオリンピックがあるのか。なるほど。オリンピックまで行きたいね。オリンピックまで行って、あ、オリンピックまで行って終わったらちょっと早いのか。この間ね、川崎ウェアハウスに行きましたね。ゲームセンターなんですよ。川崎にあるゲームセンター。めちゃくちゃすごかったなぁ。なんかね、空論城って昔、台湾だっけ中国だっけにあったね。もう、スラム街をね、再現したっていう、そういう、なんだっけ、モチベーションじゃない。なんだ、そういう、あれよ。そういうあれ。そういうあれ。行ってきたんですけど、よかったですね。さあ、入江泰池小野寺が選ばれたか。うん。西森選ばれす。西海松葉。大塚、川添、めっちゃ選ばれたな。選ばれすぎじゃないか、ちょっと。ほぼうちじゃないか。潰されそうだな。ちょっとこれはちょっとやめとこう。ちょっとこれは潰されそうだ。どうしよう、西海は入れとこう。で松葉とかもいけないだろうな、やっぱりな、27歳だし。まあ、いっか。野球もいるじゃん。野球まだ30なんだね。野球こんな足遅かったっけ？なんかもうちょい早いイメージだったんだけど。どうしよう。まあ、いっか。すごいな。160キロのカットしか投げない奴がいる。こんな奴がいていいのか。堀部もいいんじゃん。すごいな。ほぼうちじゃん。ほぼうちじゃないですか。お、すごいな。こんな先発もいいのか。こいつな。まあ、いっか。これでいっか。はい。いや、川崎ベアハウス行ってきたんですけどね。気づいたらゲームセンターでね、俺えらい金使ってたね。パチンコ行ってもよかったんじゃないかぐらい使ってたね。びっくりした。あんな金なくなるんだな、ゲームセンターってな。まあおかげさまでね、いっぱいいろんな商品が取れたんで、まあ主に駄菓子なんですけど。選得点、おめでとう。はい。はい。さあ、移動日。しかし、このままだと前半戦どうにか首位ターンできそうだな。前半戦の首位ターンは初めてじゃないか？これできたら。さあ、影山さん頼んだよ。うちのエースなんやで。オッケー。さすがエース。影山さんも9勝あげたんだな。なんだかんだ前半戦だけで2桁に近づいてる人が相当多い。粘り打ち。オッケー。ありがたい。はい。んで、ミートかな。ミート C にしたいね。ミート C って気持ちいいよね。はい。さあ、大塚も思わずにっこり顔。3割2分5厘。すごいね。かなり活躍してる方じゃないか。田中。どうしようかな。つけいかってかな。いいとは言えないんだよね、今んとこな。ゴー。負けるね。しかしもう野手陣がどうにか奮起してる感じあるね。スランプ。二桁いったもんな。おっと！アキレス腱2。
さあ、これでいよいよ我がチームにはファーストがいなくなった。岡本総力死んだ。じゃあちょうどいいんだね。岩谷さんを一回下げますか。君塚、君に決めた。エリオットも下げるか。中継ぎ誰かいたかな。あんま誰もいねえんだよな。西郷どんでも行ってみるか。並木さん行ってみるか。うん。で、野手が、岡本が死んだので、ファーストに誰か違うやつ置きたいんだが、誰だろうな。中、どうしよう。足速いやつでもいいんだよな。産方行ってみるか。思い切って。ファースト2人いるしね。マンは絶不調とはいえね。うん。で、ファーストが、こうなるのかな。まあ、こうなるかな。まあ、こうなるかな。うん、とりあえずね。で、川沿い4番かな。で、松葉5番にしてみようかな、思い切ってね。こうかな。とりあえずは。よし。どうにか首位ターンかまそう。さあ、入江さん。ちょっとチームが変わってるからね。買ってほしいけども。おう。ああ。わあ、ついに入江負けた。結構打たれたな。結構打たれたな。これはもう入江が悪いな。はいはい。はい。さあ、阪神戦。ここでまた勝てれば、チームが、順位が入れ替わるんですけども。いけるかな？ゴー！よし、オッケー。なぜか阪神には勝ててるな。7勝6敗。そんなか。そんなかな？まあでもまあまあ、とりあえずこれで首位がまた入れ替わった。で、もう1勝できればありがたい。はい。はいはい。もう1勝。もう1勝。小野寺。け、日本代表の力見せてやれ。西海がもうちょい打率上がればいいんだけどな。打点はめっちゃ上げるな、でもな。ゴー。おし、オッケー。なぜか勝てるな。なんだろう。あんまり阪神に苦手意識はないな。はい。そう。今日は西森。西森も打ってんのかな。あんま打ってねえな。何のために野手、野手で外国に行かせたのか分かんなくなってきたな。ゴー！おっと！あー、最後に。最後の最後に。しかし、米村がどうにか繋いでくれたな。まあでも、首位と。はいはい。はい、402塁打。だんだんとやっぱ名選手になってきたね。米村200本打ってるしね。あ、2000本打ってるしね。お、首位ターン！やったー。初の首位ターンでした。はい。はいはい、OK です。いや、よかったよかった。前半戦初の首位ターン。さあ、次回からはオリンピック編に入っていきますな。その前に疑惑のオールスター編。入江が投げるっつってる。うん。すごいな、阪神のこいつは。牧。ホフマン。うん。クリフォード、中日か。地下だ。うん。うちからはあんまりいないな。米村松葉がいるくらいか。米村誰よりもホームラン打ってない。米村外国人よりホームラン打ってない。外国人ぐらいホームラン打ってない。米村実はホームランを狙ってんじゃない？これ。実は。なんかそんな気がしてきた。米村ホームラン王疑惑。疑惑のホームラン王、米村。じゃあもう一試合飛ばして見てみよう。疑惑のホームラン王、米村。あ、清宮が選ばれてる。選ばれてんのか？これ向こう。わかんねえな。いけ！快勝。2連勝。セリーグ2連勝とかいうありえないオールスター。まさに疑惑のオールスター。さあ、米村はホームラン王なのか見て終わりましょうか。どうなのか知らねえ。でもなんかぽいよね、今のところね。行きまーす、ゴー。うわー、ホームラン王だった。まさかの。そっか。よし。じゃあ今回はこの辺で終わります。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。